Yeah, I'm telling you, Bob Sapp should throw knees here, and it would be a very smart thing for Yamamoto to do too. Oh! They call the fight! The fight is... Bob Sapp対田村清志、いきなり追い込んできたボブサップ、右のパンチ一発、さあ、上から一気に叩きつける、さあ、ここでいきなり倒る、いきなり倒る。今ゴングが鳴った、さあ突進、圧力をかけていったボブサップ、ラッシュを出した左右のパンチ、ああなんだ、どうだ、耐えられるか、アベリーが後ろを見せた、フィジーク艦長が飛び出した艦長、落ち着いて、ボクシングしてほしいですね。そうですね、ただその体勢を全く作らせません。170キロの襲いかかる野獣ビースト、ボブサップはその全体のあと今ちょっと後頭部だったか、あと後頭部だ、ワン、ツー、this weight. We have to find out how he's going to carry it. Oh, and right away, a left hook to the head of Glanville, and Glanville has stopped the fight. It's over. John Shirley has stopped the fight, and rightly so. One が大事なんだと、キム・ミンストが上がる。右ストレート。ミンスト、野獣の右ストレートがキム・ミンストを倒した。サップが止まらない。サップが止まらない。パンチですね。なんと暴走ファイト。左ですね。先ほどなくしてますから。打撃はどうだ、サップ。左が入った。サップの左が入った。カライフの返す。カウンターの打ち合い。サップの左。レフリーです。シルバヌーが。バッチェ。このボンビだ。日本記は生地で緊張は、시작하자마자10초도안돼서その手の間にまだハンマーパンチを振り回している。危ない危ない。さあ顔にパンチが入っている、パンチが入っている。飛び出した、殴って殴って最後はレフェリー止めました。ボビー喜び。